鈴木つづみです。佐藤ささらです。まずはいきなりだけれど、2000万猫取った。もうこれだけあれば遊んで暮らせるね。これで夢にまで見た猫に囲まれた生活が。二人とも何か忘れていない？そうだったわね。まずは残っていた研究を終わらせるわ。ハイブリッド石鉱山と連装式ハープーン砲台、各種技師、武器以外の研究はこれで全てね。早速サットニールさんに傑作品を揃えてもらったよ。この品揃えならブラックデザートシティのお店にも劣らないけれど、ここまで義手を買いに来る客もいないし、我々の中でも義手を必要としているメンバーは少ないからな。そうね、せっかくこれだけ優れた義手を製造できるようになったのに、スケルトンを人間に変える。こんなものまだ残していたの？使い方次第では人間の四肢をスケルトンのものに変えることも。冗談だよね。せっかく全員無事に帰ってきたんだよ。そうね、カワハギキを使うつもりもないし大丈夫よ。もうこの設計図の研究をするつもりもないし、この設計図の内容が知れ渡るのは困るから。本好きなつづみちゃんとしてはどんな内容であれ、目の前で書物が燃やされるのは見ていて辛いんだね。それなら誰の目にもつかないところに隠さないとね。設計図を隠す場所だけれど、ナルコの誘惑、ここは未探索だったね。ここにもお宝がありそうだけれど、パラディンたちが警備しているから、一国を敵に回してまでお宝探しする人たちもいないと思うわ。大当たりね。もう本来の目的忘れているし、遺跡で金庫見かけるとどうしても、そこまでお宝気になるならお持ち帰りしないの？南東探索で必要なものは手に入ったし、カワハギキの設計図を隠すだけでお宝には手をつけないわ。次はいよいよ武器の研究をするんだね。研究に必要な AI コアが足りずにできなかった武器の研究、等級を18から19に上げる最後の研究になるわ。あれ？ 19 等級の武器ってもう製造しているよね？そうね。たまたま調子がいいと18ではなくて19等級の武器ができるの。それならこの研究をすれば確実に19等級になって、大成功でさらに上の等級になるんだね。あれ？つづみちゃん？ささらちゃん、まずはこれを見て。さっき完成したのだち。実は研究を終わらせていなかったとか。もう研究は終わっているわ。研究をしても等級が上がらない。もしかして。そうね、足りないのは私の家事スキル。つづみちゃんは遠征先でも武器作っていたよね。それでも足りないの？そうね。それなら何か効率よく鍛錬できる方法がないわ。上達するまでひたすら武器を製造し続けるだけよ。だからささらちゃん、今まで散々振り回してきちゃったけれど、これからはささらちゃんがやりたい。今さら何言っているの？どこまでもついていくって言ったよね。ささらちゃん、これからもよろしくね。布地仕上がった。あ、すまん。なんだか知らないが、俺たちも工房の一員だからな。いつでも頼れよ。つづみちゃんも今さら迷惑がどうとか気にしなくていいと思うよ。そうね。その後もつづみちゃんはひたすら武器を製造し続け、アッシュランドから帰還してから約100日後、ついに、つづみちゃん、ついに19等級の武器を安定して製造できるようになったんだね。そうね、まずは製造技術に私の家事スキルが追いついたということかしら。でも、ここまではあくまでも通過点に過ぎないわ。目指すは19等級のさらに上。20等級、一体どんなすごい武器ができるんだろうね。そのための修行で今までよりもっと期間かかりそうだけれど。今さらそういうのはなしだよ。あと、本当に武器鍛冶の修行を効率的にする方法はないの？そうね。これから言うことはただの私の愚痴だと思って聞いてもらえればいいけれど。私たちのシェムの拠点って賑やかだよね。そうね、お客様もたくさん来てくださって嬉しいけれど、野党や野生生物の襲撃も多いのが難点ね。今さらここに来る襲撃で負けることはないけれど、生産活動の邪魔されるのは困るよね。そうね、あとは前も同じようなこと言ったけれど、無駄に広いよね。そうね、材料の生産を効率化するなら動線を短くした方がいいけれど、武器やその材料の製造をしながら拠点を再構築するのは。で、ささらちゃん、勝手に拠点を抜け出してもいいのかい？うん、大丈夫。食料と資材を持って私についてきてよ。おい、鼓工房、よくも今まで俺様たちの身ぐるみを剥がしてくれたな。鉄の配送ならもう間に合っているから、さっさと帰ってくれないかしら。それよりもささらちゃんはどこに行ってしまったのかしら。これより鈴木つづみ移送作戦を開始する。メンバー全員速やかに目的地に移動すること。普通ここまでしたら起きるでしょ。
つづみちゃんならそんなに簡単には起きないし、起きそうになったら後ろからどついて眠らせれば OK だよ。首筋のあたりが痛むのだけれど寝違えたかしら。それはともかく、今日も武器製造の鍛錬を。あれ、ここはどこかしら。見覚えがあるようなないような。つづみちゃん、随分と眠っていたね。ささらちゃん、起きたら知らないところにいたのだけれど。知らないところって、ここはオクランプライドの拠点だよ。まだ寝ぼけているの？寝起きが悪い私でもそこまでは寝ぼけていないわ。でも、以前ここにいた時と何か違うような気がするの。うん、そうだね。採掘や材料生産に使う設備は、シェムの拠点でも使っている最新のものに更新したよ。私の作業場も変わっているようだけれど。材料や食料の収納容器はなるべく近くに置いて、空きスペースには武器キャビネットを置けるだけ置いてみたよ。ここなら静かだし、動線が短くなったことで武器製造に集中できそうね。でも、まだまだ時間かかりそうだし。それならみんなには、やりたいことやってもらおうよ。まずは、グリフィンさんと、バーンさんだね。ホーリーネーションの拠点で活動できたのはグリフィンさんのおかげね。物知りなバーンさんに連れられて、この世界の歴史を教わりながら旅をしているよ。次に冒険家のチャドさんとホースさん。あと、モンスターの話を良くするホップズさん。チャドさん念願のアッシュランド探索もできたわ。世界中の遺跡も探索したし、モンスターも倒したよ。3人の息がぴったり合って討伐できたけれど、仲良しといえばこの2人。ビープくんと、アグヌちゃんね。ムードメーカーで面白いこと話すビープくんに、一番よく反応していたのがアグヌちゃんね。加入時期遅かった2人だけれど息もぴったり。スズミちゃんと同じやり方で老齢ビープシングを倒したよ。そんなアグヌちゃんは会話ができないのだけれど。レイさんも会話ができないよ。レイさんを見受けする際に役立たずとか言われていたけれど、戦闘については才能あったわよ。そんな戦闘で大活躍だった。といえばこの二人。ルカさんと極のレーンさんね。シェク王国で戦士として活躍する道は閉ざされてしまったけれど。私たちの仲間になってからの活躍は目覚ましいものがあったわ。そんな二人の希望は。バグマスターを倒したいって？それなら私もついていかないと。それにしてもクマの数が尋常じゃないよ。そうね。でも、南東で地獄を見てきたのに何を今更。そうだね。バグマスターのところまでは問題なくたどり着いたよ。バグマスターはシェク族のメンバーだけで倒してもらうわ。でも、ヘッドショットさんは様子見していてね。あと、ルカさんとレーンさんには銃武器でなくて振りの速い刀を使ってもらっているわ。もう、クロスボウの援護射撃もいらないね。さて、お楽しみのお宝あさりの時間ね。バグマスターは財宝を溜め込んでいるという噂があるわ。まずはバグマスターの武装解除から。異国のサーベルの名刀。確かにこれはお宝ね。次に財宝がぎっしりという噂の宝箱。早速開けちゃうよ。はぁ、確かに羽。箱を開ける前のときめきを返してほしいよ。せめてお宝の地図らしきもの。この地図の場所って、アッシュランドだけれど今更ね。バグマスターはアッシュランドで一体何をしようとしていたの？そうね、それは。5つの檻、アッシュランド、何か見覚えがあるようなないような。見覚えがないって、アッシュランドでやったこと忘れていないよね。そうね、バグマスターの願いは私たちがやり遂げたわ。あとはバグマスターの処遇だけれど。レーンさん。バグマスターをお持ち帰りすれば、シェク王国で英雄になれるよ。そう、これからも私たちについてきてくれるの。次は、ハムートさん。もし、奴隷賞が憎いとか、反奴隷主義者に加わりたいのであれば、三大国と仲がいい私たちと一緒に行動しない方がいいと思うけれど。ハムートさんもついてきてくれるの？困っている人たちをここで受け入れてくれないか。ということね。それなら大歓迎よ。そんなハムートさんを心配していたのがミュウさんだね。そんなミュウさんの願いは、新しい作物ね。何かないかしら。お酒は飲んでも飲まれないようにね。そんなミュウさんの酒飲み仲間になったのが、大柄なシェクのエルスさんだよ。私たちの食料をすべて担っていたエルスさん。そろそろ非常食っぽいものでなくて美味しいものが食べたいね。美味しいものといえば。ってこの子たちは食料じゃないよ。ふふふ、冗談よ。まずは、カニが好きなルミさん。そういえばルミさんには仕事を割り振っていなかったね。そうね。カニをはじめいろいろな動物をお迎えしたし、ルミさんには動物のお世話をしてもらいましょう。あと、動物の名前ってどうなったの？どうなったって、これ以外にありえないから。高橋は今頃どうしているんだろうね。かつては凄腕の戦士だったというクランブル・ジョンさん。戦闘訓練を通じて、かつての戦闘技術を取り戻したけれど、形成外科医通いも続けて背筋もシャキッと伸びたよ。わ、
私も形成外科医のお世話になろうかしら。次はシルバーシェードさん。遺跡での鍵開けも担当してもらうなど、いろいろ活躍してもらったわ。息抜き程度ならともかく、ギャンブルはほどほどにしてね。あれ、サットニールさんは何をしているのかしら。サットニールさん、お仕事は？ササラちゃんにスケベットを進めている暇があったらお仕事を。そうね、売れないなら。行商をして売ればいいんだね。これで、サットニールさんには寝ずに働いてもらうことができるわ。対して、頑張り屋さんの泉ちゃん。研究の仕事はいつもあるわけではないから、いろいろやってもらっていたけれど。次はロボット工学を極めるんだね。技師といえば、私たちの中では珍しい義足使いのグリーンさん。一流のクロスボウ使いの上に、逃げ足も速いから誰も叶わないよ。そのクロスボウを製造していたのがササラちゃんと、ヘッドショットさんだよ。拠点では二人が一緒にいる時間が長いわね。そんなヘッドショットさんのお気に入りは多連装ハープーン。夢中なのはいいけれど食事は忘れないでね。あとは、私たちの命を守ってくれた防具製造のメンバーの紹介ね。人数、建物の大きさともに鼓工房最大のチームだよ。まずは、モムソウさん、酒場で見かけた時から防具家事の才能があると思っていたわ。次に、道中助けたキャットさんとシュライクさん。防具の品揃えももっと充実させたいわね。レッドさんはやりたいことないの？ふふふ。猫稼ぎで知りたいことですか？か、開業資金の稼ぎ方。そうね、今から当時やったことをやってみせるわ。猫ちゃんたち、こっちですよ。あとはこの子たちを町まで連れて行けば。鼓ちゃん、これ以上はダメだってわかるよね。わかったけれどこの子たちはどうすればいいの？鼓ちゃんだけでなんとかするんだよ。あと、むやみに傷つけるのもダメだからね。そんなの無理。私、死んじゃうから。おい、鼓ちゃん、生きている？そうね、なんとか。これで仲間全員とお話できたかしら。あれ、誰か忘れているような。ごめんなさい。銀遊詩人さん。銀遊詩人さんは何がしたいの？歌のテーマには困らないと思うけれど、特にどんなテーマに興味を持ったのかしら。次の銀遊詩人さんの歌のテーマは鼓ちゃんだね。少女たち、でササラちゃんも含まれるのだけれど。でも、今みんなが気にしているのは鼓ちゃんの武器鍛冶の技術だよ。そうね、アッシュランドから戻ってきて1年近くかかってしまったけれど、今なら最高の武器を製造できるような気がするわ。鼓ちゃん、すごいよ。やったね。ササラちゃんはじめ仲間全員のおかげよ。この後はどうするの？ここで集中できたから技術を磨くことができたけれど、今の私ならもう大丈夫。シェムの拠点に戻るわ。シェムの拠点に戻った鼓ちゃんは、その後もひたすら武器を製造し続けたの。鼓ちゃん頑張っているかな？私も何か手伝えることあるといいけれど。でも、もう遅い時間だから鼓ちゃん眠っているね。そうそう、今のうちに鼓ちゃんが作業しやすいように武器の整理をしておくよ。まずはこのキャビネットから、品質のいい脇差しがたくさんあるよ。どれも19等級かな？安定して製造できるようになったんだね。全部で54本。これだけ製造するのも大変そうだけれど。あれ、この脇差し、他のものより刀身が綺麗に見えるよ。鼓ちゃん、鼓ちゃん、起きて起きて、おーい、鼓ちゃーん。ササラちゃん、おはよう。でももう少し寝かせてくれると。それよりも、鼓ちゃん、こっちこっち。ササラちゃんは朝から元気ね。私の目覚めが悪いことくらいササラちゃん知っているでしょ。それよりも、このキャビネット、見てみて。製造した脇差しを片っ端から放り込んだキャビネットね。見て見て、この脇差し。あら、こんなところに紛れ込んでいたの。この脇差し。20等級の脇差し、私の最高傑作よ。もしかして、脇差し以外もあるの？そうね、ササラちゃん、こっちよ。全種類とまではいかなかったけれど、何種かできているわ。すごいね、どの武器も刀身が輝いているよ。そうね、刀身の大きい武器については遠くからでもすぐに見分けがつくわ。まるで名刀みたいだね。貴重な名刀に近づくべく頑張ったわ。でも、どうしても当時の武器の切れ味だけは再現することができなかったわ。それでもすごいよ。
こんなすごい武器が鼓工房まで来れば買えちゃうんだよ。あの脇差しのキャビネット見たでしょ？ 50 分の1くらいの傑作だから、そんなに簡単にはいかないわよ。でも、切れ味の剣といいまだ諦めたわけではないわ。うん、そうだね。あと、他の武器も見せてよ。そうね、仲間全員に配ることすら難しいけれど。あら、どうしたの？このフラグメントアクスって、私の最高傑作だけれど。72キロもあるよ。こんなの使いこなせる人いるの？生身の人間では満足に振ることもできないけれど、いつかこの武器にふさわしい使い手に出会ってみたいわ。そうだね。でも、これからの話はさておいて、まずは朝食を食べに行こうよ。そうね。おはよう。朝から何の相談をしているのかな？そうね。今後の活動方針。お嬢、ついに世界中に支店を出す決意でもしたのか？世界中って、話が大きくなっているんだけれど。これからの方針とか支店とか、ペルスにはわからないよ。それよりも朝食にしようよ。あれ、みんな集まってきたよ。今後の方針って、まずは新しい武器や防具を開発して、それからもっと充実した食料も、販売の面では世界中に支店と、あと行商も手掛けて、